ようやくだ。並み居る敵を打ち倒し、あまたの困難をくぐり抜け、平和を望む人々を笑顔にし、ようやく私は帝徳になったのだ。さあ艦隊よ、このモニカ帝徳についてくるがいい。全艦隊全速前進。バイスフリューゲルの大艦隊を率いる大帝徳である。なあここはどこだ。私は空の上に。どういうことだ。なぜ私はベッドの上に。私の船は、大艦隊は、部下たちはどうした。まさか夢だったというのか。あの飛空艇の勇ましい姿、雲を抜けていく心地よさ、今でもはっきりと思い出せるというのに。だがなかなかいい夢だったな。帝徳か。夢とはいえ、未来の自分の姿を見ているようだった。あの姿に少しでも近づくため、いっそ努力せねばならんな。よし、そうと決まれば今日も張り切って街の巡回をするぞ。帝徳への道も一歩からだ。ランドソルは、人々の笑顔は平和の証、実にいいことだ。だが平和というものはいつどんな時崩れ去るかわからないもの。そのために私のような平和を守護する軍人が必要なのだ。まずは立派な軍人として本国に認められ、ゆくゆくは今朝の夢のように大艦隊を率いる帝徳となってみせる。私の背後を取るとは相当な手だれ。なんだ聞こうか。さっきのは独り言ではない。立派な軍人を目指す者としての決意表明というやつだ。本当に分かっているのか。まあいい。貴公は何をしているのだ。町の巡回なら一緒にどうだ。なんだ、聞き覚えのある悲鳴、空花か。モニカさん、大変なんです。おい、ありゃやべえぞ、早く逃げろ。怖いよ。町の人々が逃げてくる。おい、どうした空花、何があったのだ。魔物です。町の中にいきなり魔物が現れたんです。町の中に。一大事ではないか。お姉ちゃんも逃げよう、向こうに怖いやつが。どうやら巡回をしていて正解だったようだな。ああ、貴公も手伝ってくれるなら心強い。空花はその人たちの避難を手伝ってやってくれ。モニカさんたちは。待つんだお嬢ちゃん、そっちには魔物がいるんだぞ。一緒に逃げようよ。逃げる、それはできない相談だ。私は誇り高きバイスフリューゲルに所属する立派な軍人。町の危機を見て見ぬふりして撤退などできるわけがあるまい。お嬢ちゃん。お嬢ちゃんではない、
私はいずれ提督になるもの、モニカ・バイス・ビント、覚えておくがいい。提督？さあ行くぞ。いきなり現れた魔物というのはこいつだな。見たことのない妙な出立ちをしている。貴公は下がっていてくれ。まずは私が切り込もう。どうした？この魔物がどうかしたのか？まあ安心しろ、私は提督になるのだ。どんな魔物であれこんなところでやられはしない。いざという時のサポートは頼む。では行くぞ。貴公、もしやこの魔物に見覚えでもあるのか？だが私の心配はいらん。決意表明もしたからな。提督になる前にやられるつもりはない。いざという時のサポートは頼む。では行くぞ。魔物よ、我が剣をその身に刻むがいい。せー、剣が見えない壁に弾かれた。ではこれならどうだ。なんだこの魔物は、攻撃が全く通じないだと。これでは手も足も出ないではないか。どうすればいいのだ。という強さだ。私だけでいいなどと言ったが、このままでは。まさかこんなところでやられてしまうというのか、この私が。攻撃も効かず手も足も出ない。絶命の窮地だな。だが私は屈するわけにはいかない。私が倒れれば誰が人々を守るのだ。軍人たるもの、己の身を盾として平和を守るのが務め。諦めないぞ。私は立派な軍人として人々を守り、やがては提督となる。私は夢を叶えてみせる。とても強い力を感じる。ねえ君、僕の声が聞こえる？誰だ？アラテカ、姿を見せろ。今はそれどころじゃないでしょう。今君の目の前にいるそいつは普通の敵じゃない。戦うには特別な力が必要だよ。特別な力だと？それは一体どのような兵器なのだ。あれほどの魔物を退けようというのだ。漢方並みの火力が必要だぞ。それよりももっとすごい力さ。まさか大艦隊でも用意しているというのか。君が望むならその特別な力をあげるよ。なんだと？私が大艦隊の指揮を？大艦隊の指揮？よくわかんないけど、君なら絶対に使いこなせるはずさ。君の強い愛と希望の力があれば。愛と希望？この非常時に何を言っているのだ。だがこいつを退けられるなら何でも構わん。頼む、その特別な力必ずや私が使いこなしてみせよう。やる気十分だね。嬉しいよ。じゃあ受け取って。体が温かい。なんだこの輝きは。さあ呪文を唱えるんだ。呪文？なんだ胸の奥から湧き上がってくるこの感覚は。
ジカルレベルインフィニット。魔法少女ラブリーモニカ、正義を携え、ここに剣山。体の奥底から力が溢れてくる。この力があれば平和を脅かす邪悪な魔物よ、そこに治るがいい。私が引導を渡してやろう。この魔法少女ラブリーモニカが。ん？ラブリーモニカ？あれ？なぜだ？なんじゃこりゃ！運命に導かれ、魔法少女への変身を果たしたラブリーモニカ。愛と希望を胸に、少女の新たなる物語が今ここに始まる。ラブリーモニカ、君こそ選ばれし魔法少女だ。の避難は終わりましたけど、モニカさん大丈夫でしょうか。え、向こうの方から何か光が。え、何ですかこれ。なんという暖かくて眩しい輝き。なんだか空が愛を感じちゃいます。終わったのか？剣の先から光が。
これが魔法少女の力なのか。すごいではないか。アンチビーストを一瞬で消し去ってしまったぞ。やったね、モニカちゃん。思った以上の力だったよ。僕の目に狂いはなかったみたいだね、貴様。褒めても何も出ないぞ。というか、さりげなく頭を撫でるな。キコは隙があれば私を子供扱いしようとするな。キコ、このモーラと知り合いだったのか。こいつは一体何なのだ。知り合いだったのか。こいつは一体何なのだ。あ、自己紹介が遅くなったね。僕はモーラ、魔法の国からやってきた魔法生物さ。魔法生物？聞いたことがないな。人を強引に魔法少女に変えていく、はた迷惑な毛玉ではないだろうな。本当に逃げたんじゃないだろうな。はあ、それにしても魔法少女にアンチビーストか。とんでもないことに巻き込まれてしまったものだ。魔法少女、噂には聞いたことがあったが、まさか自分がなってしまうとはな。キコはよく知っているのだろう。魔法少女とはどういった存在なのだ。正義の味方。そうか、キコが言うなら間違いはないのだろうな。だがいいのだろうか。私は少女という年ではないのだが。問題ないと。それはどういう意味なのだ。私は立派な軍人なのだぞ。魔法少女などという子供っぽい真似をするわけには。何？衣装が似合っているという意味だったのか。それならいいのだが。確かに変身したこの姿も案外悪くはない。ただ少々フリフリしすぎている気がするが。なあ、やっぱり子供っぽく見えないか。お、キコ、今ちょっと笑ったな。ほら、頭を撫でてごまかそうとするな。私を子供扱いするな。まったく、キコウは私を何だと思っているのだ。それにしてもモーラのやつは遅いな。一体何をしているのだ。この気配はアンチビーストか。しかも複数だと。どうやら私が思った以上にこの町には大きな危機が迫っているようだな。多勢に無勢、ちょっとばかり分が悪いか。まだこの力に慣れていないというのに。だが私は負けはせんぞ。かかってくるがいい、アンチビーストども。
度は後ろか。やはり2体はきついか。よせ、こいつらは魔法少女でなければ戦えない。気候は下がって。同時攻撃だと間に合わん。ミスティーラッピング。なんだこれは。リボンがアンチビーストを拘束した。ピュアリーアラン。これは魔法の矢。一瞬で2体のアンチビーストを仕留めただと。やれやれ、間に合ったみたいだ。危ないところでしたね。な、何者だ。私たちは魔法カリウド、ピュアリー・シオリ。魔法探偵、ミスティ・カズミ。二人はミスティ&ピュアリー。ランドサルの平和を守る魔法少女。魔法カリウドの魔法探偵、私以外の魔法少女たちか。大丈夫だった？ラブリーモニカ。アンチビーストの気配を感じて急いできたんですけど。ああ、私は大丈夫だ。問題ない。ピュアリーシオリとミスティカスミと言ったな。二人はなぜ私のことを知っているのだ？ああ、それは。遅くなってごめんね。二人を探すのに時間がかかっちゃって。このモーラ君に教えられたってわけさ。新しい魔法少女を見つけたよってね。まさかアンチビーストに襲われているとは思いませんでした。無事に会うことができてよかった。魔法探偵ミスティカスミと魔法カリウドピュアリシオリー、彼女たちが僕の見出した魔法少女たちさ。モニカちゃんに会って欲しかったんだ。二人は愛と正義に満ちた立派な魔法少女だよ。これで信じてもらえたかな。僕がちゃんとした魔法少女のパートナーだって。ねえカズミちゃん、しおりちゃん、僕は怪しい魔法生物なんかじゃないよね。あれ、かすみちゃん、しおりちゃん。ねえしおりさん、覚えてるかい、私たちが魔法少女になった時のことを。はい、出会ったばかりの私たちに魔法少女になってこのランドセルを救ってほしいんだって強引に。え、うぅ、ほう、やはり貴様。なんで3人ともモーラ被害者の会みたいな顔してるの。貴様冗談だよモーラ君。ラブリーモニカ、信用しても大丈夫だよ。このモーラ君は我々の心強い味方さ。そうですね、モーラさんが言ってくれたおかげで私たちは魔法少女になってこの町の平和を守れているんです。ああ、わかった。ミスティカズミにピュアリーシオリ、そなたたちの絆、見ているだけで伝わってきたぞ。それにしても新しい仲間か。私たち二人で守るにはこの町は広すぎると思っていたし、心強いね、これは。いや、私はまだ。どうかしたんですか？勘違いで変身してしまっただけで、魔法少女をやると決めたわけではない。と
言える雰囲気ではないな。私の夢はあくまでも提督になることだ。魔法少女になることではない。だが町に危機が訪れているのは事実。これを見過ごすようでは提督になる夢など叶うわけがない。うむ、よし、決めたぞ。魔法少女やってやろうではないか。おお、決めてくれたんだね、ラブリンモリカ。ああ、提督になるという夢にもつながるかもしれないしな。モーラ、よろしく頼む。ミスティカスミ、ピュアリーシオリー、私はまだ魔法少女になったばかりの若輩だが、この町を守りたいという思いは同じ。これからよろしく頼む。共にこのランドソルを守ろうではないか。よし、それじゃあこの町の魔法少女が揃ったところで本題に入ろうか。本題、どうやらあまりいい話ではなさそうだね。ここのところアンチビーストの動きが活発になってきているみたいなんだ。何かが起きる予兆かもしれない。確かにさっきも2体同時に現れていましたね。このまま放っておいたら何が起きるかわからない。アンチビーストは人々の愛を狙い最悪をもたらす。そこで魔法少女の出番というわけだな。その通り。モニカちゃんに魔法少女の力を渡したのもこの新たな異変に対抗するためなのさ。改めてお願いするよ、モニカちゃん。それにカスミちゃん、しおりちゃん、そして騎士様、みんなでこのランドソルを救ってほしい。ああ、もちろんだ。精一杯頑張ります。うむ、承知した。こうして再び動き始めた魔法少女たち、町に迫る不穏な気配を打ち払え。魔法少女ラブリーモニカ。あれが魔法少女か。ピュアリーシオリー、矢で牽制を頼む。このまま行き止まりに追い込むのだ。わかりました。この一射に愛を込めて、ピュアリーアロー。ミスティカスミ、アンチビストの拘束を頼む。任せたまえ。どんな謎でも一発解決、愛の力で犯人確保、ミスティラッピング。輝け愛の力、ラブリーフラッシュ。よし、討伐完了だ。お疲れ様みんな、息の合ったいい連携だったよ。大したものだね、モニカさんは。指揮も的確だし、もうすっかり魔法少女の戦いに慣れているようだ。はい、私も戦いやすかったです。魔法少女になって間もないのにすごいです。そうか。まあ軍人として戦いには慣れているからな。モニカさんはずいぶんしっかりしているんだね。私よりも小さいのにとっても頼りになります。二人とも私を子供扱いしてもらっては困るぞ。私はこれでも様々な修羅場をくぐり抜けてきているのだ。なるほど、そ
そうなんだね、背伸びしたい年頃ってやつかな。微笑ましいですね。そうだ、お菓子食べますか。ちょうど飴を持ってて。お前たち、やっぱり子供扱いしているだろう。まったく、飛行といい、どうしてそんなに子供扱いを。まあ、お菓子はもらっておくが。うむ、その通りだ。やっぱりわかっているな、キコは。ふっふっふ、僕の目に狂いはなかったってことだね。モニカちゃんはやっぱり魔法少女になるべき女の子だったのさ。魔法少女になるべきか、そう言われるのも複雑な心境なのだが、私は帝徳になりたいわけだしな。見ていたのか。よく気がついたな、ピュアリーシオリ。魔法狩人ですから感覚が鋭くなっているんです。狙った獲物は逃しませんよ。そうか、頼もしいな。今のはおそらくナイトメアに所属している人だね。王宮付近でよく見かけるよ。さすがかすみさん、物知りですね。まあ魔法探偵だからね、その名に負けない知識は持っておきたいと思っているよ。魔法狩人に魔法探偵、この二人がランドソルを守ってきたのだな。私も見習わねばなるまい。そうだ、女子くんなら彼女のことを知っているんじゃないかな。顔の広さにかけては私などよりはるかに頼りになるだろう。ふむ、貴公の知り合いなのか。なるほど、やはりナイトメアのものなのだな。だがなぜ私たちを見ていたのだろうな。わからないけれど、推察するとしたら私たちの正体を探ろうとしているといったところかな。ナイトメアからすれば、私たち魔法少女はギルドにも登録せず、町の平和を勝手に守っている謎の集団に等しい。調査を命じられても不思議はない。我々の調査をしていると。いや、あくまで私の想像だけどね。今の時点では答えにたどり着くのは難しいだろう。いいかい、みんな、変身している間は魔法の力で知り合いに見られても正体がバレることはないけど、くれぐれも気をつけてね。変身すると正体はバレないのか。だがこちらから正体を明かして協力を得た方がいいのではないか。正体がバレるとまずいのか。当たり前です。魔法少女は正体を隠し陰ながら町の平和を守るのがお決まりなんです。自分から正体を明かすだなんて推理小説のプロローグで真犯人がいきなりトリックを説明して自首してしまうような台無しな行いなんですよ。わかった、すまないピュアリシオリ、肝に銘じておく。まあしおりちゃんの言うお決まりはともかく、魔法少女は魔法の国から特別な力を授かった存在だから、あまり大っぴらに人々に知られるわけにはいかないんだよ。私は恥ずかしいからバレたくないけどね。おむ、わかった。ではこれからの行動は、あの友という女の動向にも気をつけるとしよう。いるか。はい、鋭い視線を感じます。
見回り中もついてくるのか。これは参ったね。どうだ？いますね。あの建物の上だと思います。ああ、私にも見えたよ。なんで僕たちの居場所がわかるんだろうね。ナイトメアの情報網じゃないかな。それにしてはやたら見つかるのが早い気がするけど。いるな。あの木の後ろですよね。心なしかだんだんと距離が縮まっているような。尾行が雑になってきていないかい、彼女。今も体が半分以上木からはみ出ちゃってるし。いやいや、女子くん、それはさすがに。やってみましょう。チャレンジ精神が溢れすぎてるよ、しおりさん。隠れてしまったな。いや、でも小さく手を振り返していないか。私の中の尾行という概念が覆されてしまいそうだ。そうか、確かにそれが一番手っ取り早いかもしれんな。知り合いである貴公ならば何か聞き出せるかもしれん。それじゃあよろしくお願いするよ。私の助手として彼女の事情聴取を頼もう。くれぐれも怪しい言動はしないようにね。ん？魔法少女たちはどこに？まかれた？さすがに怪しまれたか？なんだ、あなたか。第一声が怪しくないよってどういう話しかけ方なのかな。怪しんでくれって言ってるようなものじゃないか。それで何のよ。私は今ちょっと立て込んでて。え、何してるのって。それはその、もちろん任務だよ。極秘任務だからあなたでも話すわけにはいかない。いや、そんなことはないよ。無関係に決まってるじゃないか。ほら、ただの見回りだし。極秘任務じゃないのかって。もう、なんでこういう時だけ鋭いのかな、あなたは。いつもはぼーっとしてるのに。とにかく、私は見回り中だから。魔法少女なんて何にも関係ないから。あ、不審者発見。私行かないと。じゃあね。この間の光は何だったんでしょう。空花の体を熱くたぎらせた衝撃。あの高ぶり、もう一度味わってみたい。あー、思い出すだけでよだれがじゅるり。そこの人、止まりなさい。こんな町の往来で何をやっているんだ。空花、何もやっていませんよ。ただちょっと妄想してよだれを。確保！なるほど、何も聞き出せなかったと。犯人が簡単に自供するわけありませんよね。証拠を揃えないと。しおりさんは時々私の言いたいセリフを奪う。向こうの目的が分からずとも私たちのやるべきことは変わらん。アンチビーストからランドソルの人々を守る。今はそれに集中しようではないか。そうだね。目的を忘れちゃ本末転倒だ。はい、平和を守るのが魔法少女の使命ですから。あ、みんな早速出番だよ。アンチ
チビーストの気配を感じる。来たか、行くぞ。聞こう、ミスティカスミ、ピュアリーシオリ。敵は一体、先ほどと同様連携して叩くぞ。先陣は私が切る。二人は後方より援護を頼む。了解。うんうん、モニカちゃんのリーダーシップのおかげで安心して戦いを見ていられるね。よくも言えば、もう少し魔法少女らしい戦い方をしてほしいけど、モニカちゃんの指揮で戦うみんなの姿、魔法少女というか。敵の防御が手薄になったぞ。今だ、総員火力を集中させろ。ラジャー軍隊コマンドみたいなんだよね。かすみちゃんたちの返事もつられちゃってるし、これはちょっと方向性を考えた方がいいかも。ねえ騎士様、何かいい方法はないかな。騎士様の熱い心意気はありがたいけど、魔法少女は女の子じゃないとダメなんだよ。私はいいと思います。しおりさん、戦いに集中しよう。お、そういえばずっと尾行してたあの子、ともちゃんなんだけど、モニカちゃんに続いてもう一人。でも魔法少女の素質がある人ってそう簡単に見つからないしな。くっ、猛楽に異議を申し立てたい。結構適当に見つけてるだろって言いたい。ミスティカスミ、今は戦いに集中するのだ。モーラを絞るのはその後だ。あ、そういえばずっと尾行してたあの子、ともちゃんなんだけど。あ、しまった、アンチビストが逃げて。いや、この動きは。モーラ、狙われているぞ。そこから逃げろ。私じゃこいつは倒せない。頼むよ、魔法少女たち。ああ、決めるぞ、二人とも。純粋なる愛の狙撃、ピュアリースナイプ。謎をうがつ希望の弾丸、ミスティーバレット。これでとどめだ。輝け愛の力、ラブリーフラッシュ。はあ、怖かった。助けてくれてありがとう、ともちゃん。礼には及ばない。ナイトメアの一員として当然のことをしたまでさ。そしてそのナイトメアの意向で私たちのことを調べていたということか。ん？ああ、やっぱり気づかれていたんだね。その通りだよ、君たちのことを調べていたのさ。ふむ？あの、私たち怪しいものじゃなくて、この町に迫る危機を防ごうと。その役目はナイトメアが担うべきものだ。町を守ろうとしてくれるのはありがたいけど、あまり町中で派手に戦われるのは困るね。道理ではあるな。では私たちをどうしようというのだ。
我々の行動をやめさせたいのか？とんでもない。あ、いや、そうじゃなくて、ほどほどに。いや、それは私が困る。もっと。待った、トモさん、あなたはもしかして。何？実は魔法少女に個人的な興味があるのでは。何を言っているんだ。そんなわけがないだろう。私はあくまで任務のために魔法少女を追っていたんだ。個人的な興味なんて全くない。だって私はあのナイトメアの団員だよ。魔法少女なんてそんな子供っぽいものにうつつを抜かしたりしない。怪しいな。見るからに動揺していますね。動揺なんかしてないってば。別に本物の魔法少女の前だからって緊張もしてないし、私は君たちに興味なんて全く、これっぽっちも。実は今ここに魔法少女の限定グッズがあるのだけれど。あ、それ当選しなきゃ手に入らないやつじゃないか。魔法少女ソーセージ、あんなに買って応募券送ったのに全然当たらなかったんだよ。あ、ほほー。いや、違うんだ。私は任務で魔法少女を調べていただけで、別に魔法少女のファンだとか、新メンバーがどんな子か気になるとか、そんな浮ついた気持ちで追っかけしてたわけじゃない。追っかけしてたんですね。もしかしたらと思っていたけど、この子の中にある魔法少女への愛、間違いない。おい、モラ、まさか。ねえ、トモちゃん、もしよかったらやってみない？魔法少女。え、嘘、私がなれるの？魔法少女に？凄まじく食いついたな。あ、いや、でも私にはナイトメアの一員としてランドソルを守るという役目があるし、だからその魔法少女になるわけにはいかない。耐え忍んでいるね。葛藤が伝わってきますね。そっか、残念だな。ともちゃんから感じる愛、とーっても強いのにな。モーラさん、勧誘の仕方を選ばなくなってきましたね。そういうところだよ、モーラ君。まるで魔法少女になるべくして生まれたかのような運命的な逸材なのにな。そんなに。もちろんさ、僕の見る目は確かだよ。君こそ魔法少女にふさわしい愛と希望の戦士だ。いや、だけど。よし、あと一押しだね。これはやはりこの魔法生物、野放しにしておいてはいけない存在ではないのか。キッ様、あとはお任せするよ。あなたがそこまで言うなら仕方がないね。よーし、じゃあ今から力を渡すね。それで胸に浮かんだ呪文を叫べばいいんだろう。こういう時のお約束だね。想像を絶する熱狂的ファンだね。胸の奥が温かい。これが魔法少女の力か。さあ変身だ、トモちゃん。シャイニー、フェザリー、グローリー、マジカルソード、シャープネス。魔法剣士シャイニートモ、
きらめく剣技で悪を断つ。これが魔法少女。私が魔法少女に。おめでとう、父ちゃん。これで君もたった今から僕たちの仲間だよ。やっぱり可愛いな、このキラキラした衣装。キュートな武器。この衣装ベースカラーは青か。青といえばクールなイメージだから私にぴったりかも。ところどころに羽の衣装が施されてて可愛い。散りばめられた剣の飾りが騎士である私を表すアクセントになってるね。武器はレーピアだね。軽くてすごく手に馴染む。普段は両刃の剣だけど、これなら速度を生かした戦い方ができそうだ。となると三雲流剣術のあの技を応用して。そうだ、名前も三雲流魔法剣術でいくとしよう。かなり喜んでいるね。わかる気がします。私も魔法少女になった時はワクワクしました。何にせよこれでまたアンチビーストから街を守る仲間が増えたわけだ。改めて戦いも陣形などを考えて。そうだ、みんな決めポーズとかどうしようか。4人となると結構パターンが必要になると思うんだけど。なかなか頼もしい新人だ。こうして運命的な出会いを経て新たな仲間魔法剣士シャイニー友が加わった。ランドソルにまた一つ愛と希望の光が輝くのであった。4人の魔法少女、町の平和を守るのもより盤石なものになるな。私たちがいればアンチビーストが何を仕掛けてきても問題はない。むしろこちらから攻め入り、その野望を打ち砕くこともできよう。魔法少女部隊、正義の進軍開始だ、などと思っていたのだが。ミスティカスミ、いつものやって。もちろんだよ。よく見ているといい。魔法探偵ミスティカスミ、魔法の力で操作開始。どうだい、決まっているだろ。ピュアリーしおり、ボールが木に引っかかって取れなくなっちゃった。ええ、任せてください。狙った獲物は逃しません。ピュアリーアロー。ほら、ボール取れましたよ。ねえねえ、お姉ちゃんも魔法少女なの？ああ、そうだよ。魔法剣士、シャイニー友だ。よろしくね。あ、サインとかいる？一応考えてるんだけど。これはどういうことなのだ？これはだね。いつもありがとうね、ミスティカスミにピュアリーしおり、それに新しい魔法少女のラブリーモニカにシャイニーともだったわよね。町を守るために戦ってくれてるのに、子供たちの遊び相手まで頼んじゃって。そうだね、こうして無邪気に喜んでもらえるだけで魔法少女をやっていてよかったと思えるからね。なるほど、それが魔法少女のあり方というものか。私もまだまだだな。魔法少女が来てくれると子供たちは大喜びだし、とっても助かるのよ。これからもお願いさせてもらえると嬉しいわ。はい、私は戦い以上にこういう触れ合いを大事にしたいと思っていますから。触れ合いか。さすがは魔法少女。ナイトメアにもそういう考え方が必要なのかもしれないな。魔
魔法少女が来てくれると子供たちは大喜びだし、とっても助かるのよ。これからもお願いさせてもらえると嬉しいわ。もちろんさ、魔法少女の役目は戦うことばかりじゃない。人々に夢を与えるのも僕たちの立派な仕事なんだからね。ありがとうね、モーラ。夢を与えるか、素晴らしい役目だな。あ、モーラだ、捕まえろ。あ、ちょっと待って、僕は遊び道具じゃないから。あ、耳はダメ、尻尾か、僕の自慢な毛並みか。はいはい、みんな、そろそろお勉強の時間よ。今日は魔法少女たちも一緒にいてくれるからね。はーい。助かった。モーラはそのまま持ってていいわよ。はーい。サレンちゃん、それじゃあ今日はみんなの将来の夢を魔法少女のみんなに教えてあげてもらえるかしら。その紙にそれぞれの夢を書いて発表してね。私、魔法少女になりたい。私も変身してみたい。いや、あんたは男の子だから無理よね。みんなもそういう夢じゃなくて、将来的にどんなお仕事がしたいかとかにしておいてね。魔法少女可愛いのに。そう言ってもらえるのはまんざらでもないね。そうですね、私もそんな風に思ったことがあった気がします。トモさんもそうですよね。私はそんなことはなくもないかな。うん、やっぱり変身とかってロマンがあるよね。なんとか女子くんの望みを叶えてあげたいのは山々なんだけどね。そうですね、魔法少女が難しければ別のものに変身するっていうのはどうですか？ああ、確かに男の子の変身ヒーローだってあるもんね。トラタイガーだっけ？ああいうのとか。おお、何かひらめいたようだな。熱心に紙に向かい出したぞ。ねえ、ラブリーモニカ。ラブリーモニカの夢は何？私か？ならば聞くがいい。私の夢は立派な提督になることだ。提督？提督って何？そうだな、提督というのは立派な軍人になった者がもっと活躍することでなれる、とても栄誉ある大艦隊の司令官なのだ。なんか難しいね。ラブリーモニカは魔法少女なのに提督になりたいの？いや、私は今は魔法少女をやっているが。モニカちゃん！どうした、モーラ。この気配、アンチビーストがここに現れるよ。ここに、だって？子供たちがいるこの場所に現れるなんて。まずは避難を。はい、みんな分かってるわよね。はい、ママサレン。なんだい、子供たちが。ちゃんと整列して建物の中に入っていきます。なんという統率された動きなのだ。見どころのある者たちだな。前にも救護院にアンチビーストが現れたからね。いざという時のために避難訓練しておいたのよ。さあ、あなたたち、ここは大丈夫だから
心置きなく戦って。さすがはナイトメア元副団長。お出ましか。これが私の初陣。かっこよく決めさせてもらうよ。ミクマ流魔法剣術シャイニーブレード。やりますね、シャイニー殿。魔法少女になった後、技もセリフも決めポーズも一人で散々練習したからね。勤勉すぎる。ビスト、何か気配がおかしい。今までのやつとは違うよ。問題はない。4人もいれば多少強かったところで。クラウがいい。ラブリーフラッシュ。よし、命中だ。ひとたまりもあるまい。ん？なんだ？何をしている。あれはさっきまで子供たちの書いていた将来の夢を体内に取り込んで食べてるのか。え、魔力が強くなった。間違いない、このアンチビースト強くなってるよ。まさか子供たちの夢を食べて。しまった。ラブリーモニカ。私ともあろうものが数の優位に浮かれて油断するとは。謎めいた仮面、はためくマント、そしてバラを武器に戦う、なんてミステリアスな人なんだ。助手くんだよね。喋り方とかキザっぽいけど絶対助手くんだよね。もしかしてあれかな、さっき紙で作ってたのって。女子くんだけど行っちゃいけない雰囲気だ。名乗りもせず去っていくなんて、なんてクールなんだ。ありがとう、赤いバラの人。赤いバラの人。よし、彼のおかげでアンチビーストに隙ができた。ここで決める。シャイニーブレード。この剣にかけて悪は許さない。ともちゃんお見事だよ。モニカちゃんも無事でよかった。うむ、無様なところを見せてすまない。心配無用だ。かすり傷程度だからな。
お疲れ様。救護員の中から戦いを見てたけど、子供たちも大興奮だったわよ。ほら、ありがとう魔法少女たち。ほら、ラブリーモニカ、手を振り返してあげよう。私たちが守った子供たちの笑顔だよ。ああ、そうだな。これじゃあまた将来の夢が魔法少女になりたいばかりになっちゃいそうね。こうして子供たちに夢を振りまいた4人の魔法少女たち、無邪気な笑顔を守るためアンチビーストに立ち向かえ。あ、また子供たちが。うわぁ、助けて。敵を打ち倒し、あまたの困難をくぐり抜け、平和を望む人々を笑顔にし、ようやく私は提督になったのだ。私は提督モニカ・ヴァイスヴィント、誇り高きヴァイス・フリューゲルの。目覚めが悪かっただけだ。心配は無用。モニカちゃん、どうしたの？いや、前回の戦いでアンチビーストにやられたところが痛んだだけだ。気にすることはない。私はピンピンしているからな。うん。今、モニカちゃんの魔法少女の力にノイズが。どうした、モーラ？モーラよ、一つ聞きたいのだが、私には本当に魔法少女の素質があるのか？もちろんだよ。モニカちゃんの中には強い愛と希望の輝きがある。絶対に間違いないよ。モニカちゃん、急にそんなこと聞いてどうしたの？
魔法少女は愛と希望の力で戦うと言っていただろう。私はそのどちらもまだよく分かっていなくてな。これまでは勢いでなんとかやってこれたが、このままで大丈夫なのかと思ったのだ。あんな夢を見てしまったのも私が力不足を感じているからかもしれん。もっと力をつけねば。そうでないと帝徳になるという夢も叶わないからな。だが私は本当に帝徳になれるのか。なったとしてもあの夢のように。モニカちゃん、この気配。誰か助けてくれ。町にアンチビーストが出たみたいだ。モニカちゃん。うむ、出撃するぞモーラ。このアンチビースト前と同じで強い気配を感じるよ。他のみんなは別々の場所を見回りしてるから、集まるのには時間がかかると思う。気をつけてねモニカちゃん。当然だ、もう油断はしない。ラブリー、キュアリー、ブレイブリー、マジカルレベルインフィニット。魔法少女ラブリーモニカ、正義を携え、ここに剣山。なんだ、変身したのにいつもより体が重い。悩んでいる場合ではない。輝け愛の力、ラブリーフラッシュ。お、ラブリーフラッシュ。どういうことだ、魔法が打てない。これはも重いし、どういうことだ。モニカちゃん、なんだ。そんなわけないって思ってたんだけど、間違いない。モニカちゃんから感じてた魔法少女の力が弱くなってる。なぜだ、どうして急にそんな。ごめんよ、僕にもわからないんだ。こんなことは今までなかったから。そんな、では私は弱くなっていようと、平和を脅かす敵に背を向けることなどできん。私は魔法少女ラブリーモニカ、町の平和を守る正義の味方だからな。行くぞ。この程度の負傷など。まだモニカちゃん、無茶しないで。無茶などしていない。この体が動く限り私は諦めんぞ。そんな強かったってもう限界じゃないか。モニカちゃん、誰か助けて。この声は聞こうか。私たちもいるよ。お待たせしてすみません。間に合ってよかった。みんな
くれたんだね。遅くなってすまない。加勢するよ、ラブリーモニカ。モニカさん、傷だらけじゃないですか。よくも私たちの仲間を。アンチビースト、覚悟しろ。魔法少女の力が使えない？ああ、理由はわからないが、だが大丈夫だ。戦うのに問題はない。問題はないって、どう見たってボロボロじゃないか。そうだよモニカちゃん、今の君はまともに戦える状態じゃない。それでも私はこの町を守らなくてはならない。それが私の責務なのだ。こんなことで屈するわけにはいかん。そうでなければ提督には。とにかく私は戦えるのだ。ラブリーモニカ、うん、モニカ、今の君では魔法少女としての役目を果たせないと思う。なぜだ、私は大丈夫だと。私もトモさんと同じ意見です。今のモニカさんはどう見たって無理をしすぎています。ピュアリーシオリ、そなたまで。うん、二人の言う通りだよ。今の状態のモニカさんでは、それに魔法少女の役目より何よりモニカさんが心配だ。あ、モニカ、君の責任感や強い意志はとても立派だと思う。だけどモーラを見てごらん。今は戦えなくても君なら絶対にまた力を取り戻せる。私たちはそう信じてる。だから今は休んでほしい。そうか、私は皆に心配させてしまっているのだな。わかった、私は戦線から身を引こう。だが、ちゃんと力を取り戻して私は再び戻ってくる。ミスティカスミ、ピュアリーシオリ、シャイニートモ、ランドソルの平和をよろしく頼む。うん、わかったよ。もちろんです。ああ、任せてくれ。それではな。魔法少女の力が弱くなっているか。なんという体たらく。まったく不甲斐ない。私は魔法少女として失格ということか。こんな中途半端なありさまでは立派な提督にも。いや、もともと私には大きすぎる夢だったのかもしれんな。聞こうか、私は大丈夫だ。私よりも他の仲間たちと行動を共にした方がいい。アンチビーストがいつ現れるとも限らないからな。私は戦線を離れたのだ。何、別に落ち込んではいない。私のことは気にせず町を守るために行ってくるがいい。
そうか。貴公の心配り感謝する。そうだな、こういう時は気分転換だ。お菓子でもたらふく食べて腹を満たすとしよう。大丈夫かな、モニカちゃん。モーラくん、ラブリーモニカが心配なのはわかるけど、巡回に集中してくれなくては困るよ。最近街に現れるアンチビースト、すごく嫌な感じがします。なんだか怖いですね。街を守るのはラブリーモニカの願いだから、私たちはしっかりとそれを全うしようじゃないか。うん、モニカちゃんならきっと大丈夫だよね。それにしても今日は街が随分と静かな気がしないか。人がいないわけじゃないけど、みんな沈んでいるっていうか。はい、そうですね。街の人から正気を感じないというか。ああ、妙だね。ああ、そこの人、少し聞いてもいいかな。なんだよ。私たちは通りすがりの魔法少女なんだけど、最近何か変わったこととかなかったかな。魔法少女だかなんだか知らないけど、なんもねえ。俺には夢なんて何にもありゃしない。そうかい。話しかけて悪かったね。見ているだけで気分が暗くなりそうな人だったね。やめ。あの、すみません、少しいいでしょうか。何なの。話しかけられても何も出てこないわよ。私には夢なんて何もないんだから。さっきの人と反応が同じだね。よく見れば周りの人たちも同じような顔をしてるね。前を見ていないというか。はあ、これから何したらいいんだろう。お使いの途中なのに何買えばいいか忘れちゃった。仕事に行く日は起きないな。今日の献立思いつかないわ。これは明らかにおかしいね。ねえモーラ君、ちょっと確認したいのだけれど。何かすみちゃん。アンチビーストの目的ってなんだっけ。アンチビーストは人々から愛や夢を奪いに来るんだけど。愛や夢か。もしかしてかすみさん、アンチビーストが夢を奪っていると。前にサレンディア救護院に現れたアンチビースト、あいつは子供たちが描いていた将来の夢の絵を食べて強くなった。もしかしたらこの事態は全て。街のこの状況はアンチビーストが人の夢を奪ったから。でもアンチビーストの気配なんて感じないよ。そう、これだけの人が襲われたのにアンチビーストの気配は感じていない。そこから導き出される答えは、ロンより証拠だ。トモさん、さっきの男の人に魔法少女の力で刺激を与えてみよう。わかった、ミスティカスミ。ああ、なんだ、まだなんかあるのか。それ。なんだ今の。体の中が暖かい。見てください、
くかすかだけど、これはアンチビーストの気配。あれ、なんだ、なんで俺こんなとこで。いけねえ、今日こそ描きかけの絵を完成させようと思ってたのに。あの絵を描き上げて俺は立派な芸術家になるんだ。どうやら間違いないね。このアンチビーストは霧のような姿になって人々の体の中に入り込み夢を奪っていたんだ。かすかだから気配を感じなかったのか。そしてもう一つ、この立証によって明かされる真実がある。もしかして、そうか、ラブリーモニカ。まさかモニカちゃんも。そう、あの時サレンディア救護院でモニカさんはアンチビーストから攻撃を受けただろう。その際に体内にアンチビーストが入り込んでいたとしたら。そうか、モニカちゃんの力が弱くなったのはアンチビーストに夢を奪われたから。だったらやるべきことは一つだ。急いで町の人たちを解放してラブリーモニカのところに行こう。はい。あれ、なんか気分がすっきりしたわ。やりたいことがいっぱい胸の奥から湧き出てくるみたい。そうだ、お勉強しなきゃ。僕はランドセル1のお医者さんになるんだから。あ、買わなきゃいけないものメモしてたんだった。お釣りでお菓子買ってもいいって言われてたんだよね。え、もうこんな時間か。今日は大切な取引があったのに。だがまだ諦めないぞ。私ったら何してたのかしら。今日はフルコースに挑戦しようと思ってたのに。よし、これで人々は大体元に戻ったかな。次はラブリーモニカのところに行きたいところだけど、そうはさせてくれないみたいだね。見たまえ、町の人たちから抜け出た霧みたいなものが一箇所に集まっていきます。ご登場か、ミスティカスミ、ピュアリーシオリ。ここは私が食い止める。二人はラブリーモニカのところへ。カスミちゃん、シオリちゃん、どうしたの。黒い霧、まさかこのアンチビースト。力が抜けていく。ふらーってしてきちゃいました。まさかこいつ私たちから夢を奪っているのか。みんな大丈夫だ。この程度でやられはしない。トモさん、ラブリーモニカに任されたんだ。こんなところで私たちが倒れるわけにはいかない。夢でも何でも奪うがいい。だけど憧れの魔法少女になれた私の胸の熱い思いを簡単に奪い尽くせると思うなよ、アンチビースト。正義の魔法を食らうがいい。ミクマ流魔法剣術シャイニーセイラー。すごい、トモさん、あの黒い霧に耐えています。私たちがだらしない姿を見せるわけにはいかないね。まずいよ、あいつ町の人を襲おうとしてる。もっとパワーアップする気なんだ。こいつは
夢を奪って際限なく強くなる。早く止めないと手がつけられなくなるよ。しまった、やつの先に通行人が。そこの人逃げるんだ、そいつは危険だ。なんでまたこんなところに。あれはクウカさん。知っているんですか、かすみさん。職業柄町の人の噂は耳に入ってくるからね。彼女はそのある種の要注意人物だ。それとも舐めるのですか。クウカを隅々まで舐め尽くそうというのですか。アンチビーストが引いてる。なんなのあの子。さあどんな風にクウカを攻めるのですか。クウカの準備は万端ですよ。あ、食べられちゃった。けど助けないと。いや待って、しおりさん、アンチビーストの様子がおかしい。これは何が起きてるんだ。はま、このぐにょぐにょした飴うまいな。練れば練るほど甘みが増すようだ。実に変わった味わい。キコウが食べている粉だらけの餅も美味しそうだな。一口もらえないか。これもなかなかいけるではないか。やはりお菓子は心の栄養だな。気が抜けているな。私はこのランドソルに危機が迫っているというのに何もできないとは。いや、慰めはいらない。今の私にできることなど。誰か助けて。あ、どうした、何かあったのか。そなたは確か前に。その私は提督では。お願い、魔法少女を助けて。何、魔法少女がどうしたのだ。怖い魔物が出てきて魔法少女が来てくれたんだけど、でもみんな苦しそうで、町の人たちもなんだかおかしくて、みんななんかとにかく変になっちゃったの。なんだと、皆が苦戦しているというのか。まさかそんな。私も、あ、いや、だが今の私では役には立てん。キコねえ、提督のお姉ちゃん、前みたいに助けに行ってくれないの。しかし私は夢、私の、私は立派な、あ、いや、だが初めからこんな大それた夢など
叶うわけがなかったのだ。夢など絶対に叶わない。私の夢、立派な軍人を志してきた私の、さらにその先にあるもの、軍人たちを率いて人々を守る、絶対に揺らぐことなく信じた道をまっすぐに進むもの、どんな苦境を前にしても絶対に諦めてはならない存在。私はそういうものになりたいと思っていた。そうか、そうだな。帝徳を目指すなら諦めるわけにはいかない。助けを求めている者がいる、どこかで戦っている仲間がいる、力が弱くなっているのが何だというのだ。本当に強い思いがあれば何だってできるはずだ。今ここで心に誓う。私は諦めない。私は大切なものを守ってみせる。その先に帝徳という夢があるのだ。帝徳のお姉ちゃんの体から何か出てきてるよ。お前は夢の中に現れた。私に入り込んでいたのか。そうか、貴様が私の夢を食ったのか。あの不調は全て貴様のせいだったのだな。だがもう負けはしない。貴様が何度夢を狙おうとも私は決めたのだ。夢を諦めないと。大切な者たちを守るために戦い続けると決めたのだ。私はモニカ・バイス・ヴィント、誇り高きバイス・フリューゲルに所属する立派な軍人だ。そして私の夢は立派な軍人として祖国の役に立ち、ゆくゆくは誇り高きバイス・フリューゲルを率いる帝徳になることだ。逃げたか。すごいすごい、帝徳のお姉ちゃん、魔物がピューって逃げちゃった。帝徳のお姉ちゃんか、そう呼ばれるにはまだ早いが、いつかそれが真実となるよ。私は進み続けよう。感謝するぞ少女よ。そして聞こう、私の夢を思い出させてくれたこと。私はもう絶対に負けない、夢も諦めない。うん、お願い、魔法少女を助けてこの町を守ってね、帝徳のお姉ちゃん。任せるがいい。行くぞキコ、逃げた奴を追いアンチビーストを倒す。仲間を、町の平和を守るのだ。いい返事だ。ではいざ出撃。この魔物さんの中にいるとなんだか空か妄想があふれてきます。いけませんよ、こんなところをド S さんに見られたらきっとド S さんは魔物より荒々しい俺を見せてやるよと、さらにハードなプレイを始めてしまいます。ビーストの様子がおかしい。それ以上に中の人の様子がおかしいけど。なんだ、アンチビーストから黒い霧が。なんか気分が。おい、どうしたってんだ。ああ、この感覚は。ま
街の人たちがまた苦しみ始めた。まさかまた夢を。体が熱くて気持ちいい。こんなにいい気分初めて。こんな高揚感たまんねえぜ。頭が真っ白になっちゃうわ。これはみんながクーカさんみたいに。ジュレリ、果てちゃうわ。なんて地獄絵図だ。未だかつてこんな危機があったか。とにかく飲み込まれたクーカさんを助け出さないと。私の魔法なら引きずり出せるはず。ミスティーラッピング。クーカ縛られてしまいました。よし、なんとか引っ張り出せたよ。救出成功。空間の妄想がはかどってはかどって、この体から何かがあの子からすごい力が溢れてるよ。ほとばしってしまいます。なぜでしょう。体がいつもより敏感に、なんだか調子がいいですよ。今の空間はそう、闇のド M です。闇のド M。 マッチリストの力に影響されちゃったんだ。みんな早く助けなきゃ。ああ、とにかく攻撃だ。あのアンチビーストを倒せば元に戻るはず。はい、ピュアリーアロー。はぁ、なんという鋭い刺激。なんだ今の反応。これならどうだ。私の気のせいじゃなければあのアンチビースト喜んでない。というかクーカさんまで喜んでるような。伝わってきますよ、アンチビーストさん。たくさん刺激されてすっごく気持ちがいいんですよね。まさか、クーカさんを飲み込んだことで、あのアンチビーストまでド M になってるのかい？そんな、じゃあ攻撃しても気持ちよくなっちゃうだけってことですか？皆さんにもいっぱいこの気持ちよさを伝えましょう。そうすればみんな幸せになれますよ。チュルリー。またあの霧か。ジュリリ、町の人たちがどんどんクーカさんみたいに。まさかこのままだと私たちも。火を確かに持つんだ、ピュアリーシオリー。ああなったらおしまいだ。いろいろとダメだ、変身が保てない。ジュルリ。いや、私は絶対に言わないぞ。私
は冷静沈着な名探偵。こんなことで屈したりは。でもそれもいい。え、みんなの変身が溶けちゃった、はあ、こんなのって。もっと、もっとです。まだまだ満足できません。もっともっと空間を気持ちよくしてください。魔法少女が負けてしまったらこの世界はもう。お願いだ、みんな負けないで。愛と希望の力でもう一度立ち上がれ。わ、この声はしがないぞ。お前たち、やはり私がいなくてはダメなのか。来てくれたのか。信じていました。遅いよ。もう待たせたな、仲間たちよ。そしてモーラ、お前の助けを呼ぶ声届いていたぞ。そんなことは関係ない。仲間が危機に陥り、町の人々が助けを求めている。そんな時に立ち止まっていることなどできるはずがない。愛するこの町を、信頼する仲間を、何があっても守ってみせるのだ。モニカちゃん、感じるよ。君の中から前よりももっともっと強い愛と希望の力。私の夢は帝徳になること、そして魔法少女として人々を救う夢も諦めない。どちらも叶えてみせる。私は二度と夢を諦めない。ああ、この空にあふれる無限の愛を我が胸に。ラブリー、キュアリー、ブレイブリー、マジカルインフィニット。魔法帝徳ラブリーモニカ、空に変わって指揮を取る。苦難を乗り越え、ついに復活を果たしたモニカちゃん。大きな夢をその胸に、新たに掲げたその名は魔法帝徳ラブリーモニカ。さあ行け、その名を空に示すんだ。みんな変身だ。はい、ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル。魔法探偵ミスティ・カスミ、魔法の力で操作開始。ピュアなハートにロックオン、マジカルアロー、クリティカル。クアリーシオリン、あなたの心に愛の矢を。シャイニー、フェザリー、グローリー、マジカルソード、シャープレス。魔法剣士、シャイニートモ、きらめく剣技でアークを立つ。ランドセルの平和は私たちが守る。するがいい、アンチビースト。魔法少女が揃った以上、もう好きにはさせない。体から力が湧いてくる。これなら負けま
魔法少女の力、その2つが合わさればああ、私たちは無敵さ。とろけるようないい気分です。体のあちこちが熱くて熱くてたまりません。ところでみんな、士気が上がっていたところ非常に申し訳ないのだが、一つ聞いていいか？どうしたの？クーカは何をしているのだろうか。さっきからチラチラとクーカがいる気がするなと思ってはいたのだが。闇のド M らしい。闇のド M だとさ。闇のド M ですね。よし、わかった。考えたら負けなやつなのだな。クーカ、私たちは今からそのアンチビーストを攻撃する。そこをどいてはくれないか。攻撃？攻撃ですか？もしかしてあの愛を感じる光ですか？ぜひ撃ってください。クーカ、もう一度あれを食らってみたかったんです。いや、そういうわけにはいかんだろう。というか、もう一度って何のことだ？さあ、クーカを撃ってください。熱く、激しく、溶けてしまうほどに。仕方があるまい。クーカに当てないよう戦うぞ。仕方がありませんね。アンチビーストさん、皆さんにもこの喜びを伝えてあげてください。気をつけてね、モニカちゃん。あのアンチビーストから出てる黒い霧を吸い込むとド M になっちゃうから。これ以上頭に負荷をかける情報を増やすのはやめてほしいのだが。魔法少女、グフフ、攻撃されちゃうんだ。ジュルリ、そんなのたまらねえぜ。想像するだけで体がうずうずしちゃう。凄まじい脅威であることは分かった。だが問題はない。私はもうこの程度の力に惑わされはしない。バブリーモニカの体が輝いて、アンチビーストの霧が晴れていきます。愛と希望、そして大きな夢の力がアンチビーストの力を跳ねのけているんだ。モニカちゃんの力、前よりももっと強くなってる。魔法少女の提督、これが魔法提督の力なんだね。これならあいつの力に屈せず戦える。我ら魔法少女が揃った以上、どんな苦難も乗り越えて行ける。行くぞ総員、攻撃開始。了解。私の力でみんなを支えます。照り注ぐ愛の本流、ピュアリーシャワー。出し惜しみはなしだよ。謎を解き明かす希望の光、ミスティックプリズム。一気火星に片付ける、ミクマ流魔法剣術、シャイニーセイラー。よし、聞いてるよみんな。って、何やら気持ちが良さそうだな。私はこの反応をよく知っているぞ。いいです。あまりの刺激に空間you
持ちよくなるだけなのか。攻撃するたび霧がどんどん広がっていきます。このままだと町全体が危険です。どうするラブリーモニカ、力押しじゃどうにもならないよ。これは厄介だな。だが攻撃の手を止めるな。町の人々から少しでも気をそらすのだ。輝け愛の力、ラブリーフラッシュ。わー、あの光です。もう我慢できません。クーカー、こら自分から当たりに来るな。ひゅー、あー、この頭から体を伝って足先まで抜けていく感覚、これは愛です。あ、今のを見たか、ミスティカスミ。うん、クーカさんがもだえた瞬間、アンチビーストがすごく苦しんでいたよ。もしかしてあのアンチビースト、ド M ちゃんの刺激を受けてダメージを。モーラ、クーカはそういう名前ではないぞ。だがどうやら希望が見えてきたようだな。この戦いの鍵はクーカだ。クーカ、鍵なんですか。鍵穴はどこでしょう。何か考えがあるんだね、ラブリーモニカ。ああ、クーカを倒す。え、さすがにそれはちょっと。勘違いするな。倒すとは言っても空間を痛めつけるわけではない。むしろあいつが最も喜ぶことをしてやるのだ。喜ぶこと？そうだ、先ほど空間が直接攻撃を受けた瞬間、あのアンチビーストは苦しそうだった。感覚を共有しているからだろう。クーカの感じた刺激が奴にも伝わったのだ。そうか、クーカさんの感じた刺激が強すぎてアンチビーストは受け止めきれなかったってことか。ああ、そうに違いない。キコ、出番だぞ。力を貸してくれ。キコは大物だな。この状況下においてもまるで動じていない。魔法少女じゃなくてもあなたは私たちの一員です。いつか魔法少女になれるかもしれませんし。飛行の役目はただ一つ、空間に声をかけてやってくれ。頼りがいのある返事だ。魔法少女の力はなくたって、あなたはいつも一緒に戦ってくれるんだね。それが女子くんさ、私たち魔法少女の最高の相棒さ。さあ頼むよ。飛行の役目はただ一つ、空間に声をかけてやってくれ。声を？それだけでいいの？ああ、それだけでいい。ただし飛行が考えつく限りの、もっとも空間が喜びそうな言葉をかけるのだ。頼んだぞ。あら、ドエスさんじゃないですか。どうしたんですか。空間は今すごくすごーくいい気分なんですよ。魔法少女の皆さんにいっぱい責められて、もうクーカ、ドエスさんの責めでは満足できないかもしれません。え、何ですか。クーカに何か言いたいことがあるんですか。もっと近づいて。はい。騎士様。
情熱的で野生的な言葉でしょう。服が一瞬で歓喜に打ち震え、トエスター色に染まってしまいました。容赦のない言葉攻めにもう空間足腰が立たないです。やっぱり空間を満足させてくれるのはトエスさんなんですね。ゾクゾクが止まりません。空間はトエスさんなしでは生きていけない体にされてしまいました。さすがだキコ。そんなことを言うとは思わなかったが。見てください、アンチビーストが。苦しんでいる。ジョシュ君のあの凄まじい言葉によってクウカさんの高ぶりが頂点に達したんだ。それがアンチビーストに伝わっているんだね。その通りだ。クウカの感覚を共有しているのだろう。だから一計を案じたのだ。風花が感じる高ぶりを最大まで高めてアンチビーストに感じさせてやろうとな。今風花が感じている喜び、アンチビースト風情が受け止められるはずもない。我がバイス・クリューゲル・ランドソル支部の仲間を。風花をなめるなよ。よし、決めるぞ。奴にもっと叩き込んでやれ。魔法少女の皆、そして町の者たちも私に続け。この戦いはこの町に住む全ての者たちを守るための戦い。魔法少女だけではない。この町を守りたいという思いは皆同じはずだ。恐れる必要などない。この魔法帝督ラブリーモニカが指揮を取る。全ての者たちよ、平和を脅かすアンチビーストを打ち倒すのだ。うふふ。戦うんだ僕も。ジュルリじゃない、私も魔法少女と一緒に。おう、帝督さんの指示に従うぜ。ええ、それがいいわ。みんなで町を守るの。モニカちゃんの指揮で町のみんなが正気を取り戻していく。魔法帝督ラブリーモニカの名のもとにこの戦いに終止符を打つ。なんだよもう、それ。から攻撃を受けて、こんな刺激、空間気持ちよくなっちゃいます。よし、いいぞ。手を休めるな。このまま攻撃を続けるのだ。モニカちゃん危ない。私の正義見せてあげるよ。ミクマ流魔法剣術シャイニーブレード。さあモニカちゃん、今の君ならきっとやれるはずさ。ああ、私に任せろ。ラブリー、キュアリー、ブレイブリー、マジカルならぬインフィニット、愛と希望の力を込めて必殺スカイラブリー発生。星になります。
ンチビーストの気配はない。みんな終わったよ。ああ、私たちの勝利だ。町の者たちもみんなよくやってくれた。僕たち勝ったんだね。うん、魔法少女のみんなと一緒に戦ったんだよ。あまり役には立てなかったかもしれないけどな。何言ってるんだい、あんたもかっこよかったよ。町の人々と一丸になっての勝利。あ、魔法少女はこうでないとね。愛と希望の力が町中に満ちている気がします。ああ、間違いなく今この町は愛と希望の力で平和を手に入れることができたんだよ。その通りだ。さあみんな勝ちどきをあげるのだ。愛と希望の力のもとに。おー、こうしてアンチビーストの脅威から再び世界を守った魔法少女たち、その活躍は人々の心に愛と希望を振りまいたのだった。おめでとう魔法少女たち。僕は君たちの勇姿を忘れない。からの伝言だよ。緊急招集だ。魔法少女に変身して集まるのだってね。変身して集合だなんて、また事件でも起きたのかな。あれだけの戦いを繰り広げた後にまた何か起きたなんて思いたくはないけど。そうだね、あの戦いから後遺症というかトラウマというか変な夢を見るようになっちゃったんだよね。あ、トモさんもですか？私もだよ。あのアンチビーストというかクーカさんの影響がまだ残ってるんだろうね。私がなぜか犯人になって女子くんに追い詰められてる夢だよ。最終的に女子くんにきつく縄で縛られて身動きできなくなった私は女子くんに犯人にはきついお仕置きだなんてなんて。女子くん、いつの間に。いいかい、今聞いたことは私の願望なんかじゃ。その様子だと女子くんもモニカさんに呼び出されたわけだね。その私はなぜか動物になっていて森の中であなたに捕まってしまうんですが、そのまま飼われることになってたくさん可愛がってもらったり。あれ、どうしてあなたが、私すごく恥ずかしいことを。顔が熱く、ふらーって、もう、ダメ。ああ、コホン、その様子だと、女子くんもモニカさんに呼び出されたわけだね。あなたと稽古をしてるんだけど、私は勝てなくてね。攻撃を受けているうちに、どんどん気持ちよくなってきて、私はもっと打ち込んでくださいってあなたに。
今私は何を口走っていた？いや違うからね。これはただの夢で、私があなたに負けるなんてまだまだないからね。ああ、古墳。その様子だと女子くんもモニカさんに呼び出されたわけだね。モニカさんから何か聞いていませんか？うん、首をかしげてるね。どうやらラブリーモニカが来るのを待つしかなさそうだ。そういえばクーカさんの様子はどうだったのかな？星になっちゃったけど無事に会えたのかい？あんなことがあってもういつも通りか。恐ろしいほどのタフネスだね、あの子は。集まっているようだな、お前たち。みんな、お待たせ。モーラも一緒か。今日は一体何の話なんだ？この者たちを紹介しようと思ってな。さあ、来るのだ、お前たち。はーい。子供たちがいっぱい。モニカさん、その子たちは一体？決まっているだろう。魔法帝徳ラブリーモニカの部下たちだ。前回の戦いで私は気づいたのだ。アンチビーストとの厳しい戦い、それを乗り越えるには仲間の存在が不可欠であると。はい、そうですね。そして帝徳といえば大艦隊。仲間を増やすことは必要不可欠なのだ。仲間？その子たちが？その通り。この者たちはまだまだ幼いが、いずれは私の機関に入ってもらう。見ろ、この者たちの希望に満ちた眼差しを。このお菓子美味しい。ラブリーモニカ、もっとないの？今日は何して遊ぶ？私の率いる大艦隊にふさわしい将来性を感じるとは思わないか？いや、明らかにこれはお菓子で釣ってますよね。モーラ、これでいいのか？もちろん OK さ。魔法少女に必要なのは愛と希望。小さい頃からそれを磨けばきっといい魔法少女になれる。ねえモーラ君、やっぱり適当に魔法少女増やしてない？このままじゃランドセルの女の子がみんな魔法少女に。あ、でもそれならあなたが魔法少女になって紛れていても大丈夫かもしれませんね。しおりさんは好きあらば女子くんを魔法少女にしようとするよね。ランドソルにはきっとまた危機が訪れる。この町にはいつも強い愛と希望が輝いてる。でもその光がアンチビーストという闇を引き寄せてしまうんだ。だからこそ僕たちは戦わなきゃならない。もっと強くなってアンチビーストからこの世界を守るのさ。うむ、よく言ったぞモーラ。私は魔法少女の帝徳、魔法帝徳としてその使命を果たすことを誓おう。モニカちゃん。魔法探偵として謎を解き明かす手伝いをさせてもらうよ。私も魔法狩人としてどんな敵も射抜いてみせます。ああ、魔法剣士の剣は人々を守るためにある。平和のために振るってみせよう。みんなもありがとう。僕みんなと出会えてよかったよ。ほらよ、感極まるのは完全な平和を迎えてからだ。さあ皆の者、帝徳への道も一歩からだ。この私についてくるがいい。はーい。行くぞ魔法少女たち。そして聞こう。了解。魔法帝徳ラブリーモニカが命ずる。
平和な未来へと向けて全速前進。愛と希望に満ちた未来へと進み始めた魔法少女たち、その先頭には頼りになる小さくも大きな背中があった。彼女こそ魔法少女の提督、魔法提督ラブリーモニカである。